こんにちは、ウィザーです。今回はですね、台北3日間フリープランの決定版と言ってもいい旅行のご案内をいたします。もう台北のフリープランといったらですね、福岡空港発がまあ午前10時台の出発で、まあ、着いたらガイドさんがお迎えに来ていて、ホテルまで送ってくれる。まあ、途中そのお茶屋さんとかですね、まあ両替ができるお店には、まあ、通常立ち寄ります。で、そこは両替していただいたホテルまでお送りする。で、あともフリーです。で、朝食はつきます。2回つきます。で、2泊3日ですので、3日目は、午後、まあ、集合時間までフリーでして、ガイドがお迎えに来て、さらに空港までお送りするというパターン。これが一番いいパターンですね。で、夕方の現地出発という、もうこれしかないです。あと、ホテルがどうかっていう話なんですけど、四つ星クラスの、ミラマーガーデンというホテルを利用したプランで、3万1800円というのはないですね。3万1800円。出発日がですね、もう4月はもう座席ないんですけども、5月、6月、7月、8月、9月、10月出てます。1日あたりですね、9席までしか設定がないので、もう5席とか4席とかに残席が入ってる日も、ありますので、早めの、ご予約をお待ちしております。もう間違いなく、内容的には、この価格から見て、価格以上のものがあると思いますので、ぜひお勧めしております。詳しい内容は画面下のコメント欄の上に、商品のホームページの URL を貼り付けておりますので、そちらからクリックしてご覧ください。もう本当におすすめです。よろしくお願いします。